いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回はですね、石岡の街を望遠レンズ1本、しかもアスペクト比を1対1という比率にして写真を撮影し仕上げていくというプロセスを見ていただきたいと思います。まずはこちらの写真からご覧いただきたいと思います。こちらはですね、古いドアを撮った写真です。ライオンのですドアノックがついているので、これが非常に目を引いたので撮影をしております。白レベル黒レベルとコントラストの調整をうまくしていくとですね、結構面白い感じになります。これもですね、このシミの感じがですね、経年劣化の雰囲気で面白いので、これは明瞭度で少し強調していくっていうとこんな感じになりますね。自然なサイドを少し落とした方がこの雰囲気、サイドちょっと落としていった方がですね、雰囲気強くなりますよね。こういう感じ、黒レベルも強くします。で、白レベルも強くすることによって、この白いシミの感じですね、こんな感じをちょっと強調してもいいんじゃないかなと思います。少し露光量を調整しましょう。ちょっと露光量を調整して少し明るくしたら、今度は周辺を少し暗くする、こういう感じにしていくとちょっとインパクト強くなりますよね。続いては、すでに閉店している、すでに廃墟になっているスナックのアクリルの扉にシールを貼ってある状態なんですね。これなかなか面白かったので、ここをですね、垂直に撮っています。少しこのようにですね、カメラ離して上から覗いてるんですが、このようにして撮影をしております。角度がついてしまうとこの印象変わってしまうので、角度をつけないようにですね、垂直になるように撮っているのがこちらの撮影風景です。オリジナルのまま見ただけではあんまり印象わからないので、その印象をですね、どんどん詰めていくということなんですね。ですので、こういう風に仕上げていって、コントラストをつけて、白レベル黒レベル、こうどんどんコントラストをつけていくような感じにしてますね。で、これも先ほど言ったように明瞭度ちょっと入れてあげて、色彩の印象が強いので、あえて今度は逆に言うとですね、自然なサイドではなくてサイドで思い切ってあげていってしまった方が面白いと思いますね。色温度を使ってちょっとブルー寄りにですね、この部分の質感を出してみるのも面白いと思いますね。ちょっとグリーンも入れて、こんな感じの雰囲気でいいと思いますね。この写真もですね、実はこういうところを撮ってるんですね。この感じをですね、こう経年劣化している感じ、このわびさびの世界をですね、ちょっと表現していきたいと思います。こういう感じにしてですね、白レベル上げて黒レベル上げて、かなりコントラスト強めにします。そして明瞭度、これもだいぶコントラストが強く見えますね。そしてサイドをマイナスにしていくというよりも、自然なサイドをマイナスにしていく方がいいですね。ちょっとこういう風な渋めな感じに仕上げてみると面白いと思います。黒レベルもちょっと入れて、こういう雰囲気にしていきましょう。少し強い感じにですね、仕上げていきたいと思います。望遠だからこそ撮れるというところですね。200ミリの焦点距離ですね、一番望遠にして400分の1秒絞り9ということで、 ISO 200の感度です。先ほどの窓同様ですね、光の当たり方の面白さということで狙ってみました。こちらはですね、木製の門にですね、光が斜めに入っています。ちょうどこの当たり方が美しいので、ここを狙っています。この部分もですね、少しコントラストを上げて、こうしてですね、アンダー目に最初から撮ってもいいんですけど、ちょっとここら辺のですね、質感の感じを出したい時に、そんなにアンダーにしなくても大丈夫なので、このぐらいで撮影をしてもいいと思いますね。軸ですね、この軸のところに合わせてまっすぐにします。こういうものってあまりこう色の鮮やかさが必要ないので、かといって白黒だとちょっと色調を十分に活かせないのもあるので、ちょっとこのぐらいの感じでコントラストもちょっと上げていって、黒の印象をちょっと強めて、まあ、歴史感をですね、表現していきたいと思いますね。それではですね、もう一度それぞれの作品の作品データを見ていただきたいと思います。80分の1絞り 5.6 ISO200 感度で撮っております。こちらは7200のレンズのレンズ焦点距離が106mm、 フルサイズなのでこのままのデータになります。そして続いての作品、こちらですね、144mm の焦点距離で250分の1絞り 5.6 ISO200 で撮っております。こちらも同じレンズです。そしてこちら
400分の1秒絞り9 ISO 200で撮っております。こちらはですね200ミリの焦点距離、かなり遠い距離だったので200ミリで撮っております。まあ、最後の作品もですね遠くにあったのでこちらで撮っているデータになりますね。200ミリの焦点距離160分の1 5.6 ISO 200ということになります。絞りをどうやって選ぶのか、絞りをどのような基準で選んでいるのかということになりますが、ひさしがあるんでその分ちょっと被写界深度的に9であってもいいし、まあ 5.6 でもこの距離だったら大丈夫だと思うんですが、絞り9ぐらいで適正であろうと。もちろんこれ絞り8でもあまり関係ないと思うんですが、こちらの場合は近いということもあるんですがフラットな被写体なのでさほど絞りは必要ない。でこちらもそうですね、距離があってということもありますし、200mm の焦点距離で距離も撮影距離もご覧いただいたように長いので 5.6 の絞りにして160分の1で撮れるというところを優先しているということになります。こちらの写真もですね近い距離で撮っているのでまっすぐの距離であれば 5.6 絞りあれば全然フルサイズでも十分絞り的には足りるということで、シャッタースピード80分の1なので絞りを絞って遅くなるのも困る、かといって絞りを開けすぎてですねボケてしまうのも困るということで、5.6 を選んだと。もう一つは焦点距離ですよね。 100mm の焦点距離は比較的被写界深度が深いということなので、5.6 あれば十分だと思います。まあ、例えばこちら 200mm の写真ですね。この2枚の写真とも 200mm なんですが、この 200mm の焦点距離で撮った時にですね 5.6 もしくはその9を選んでいるのはなぜかということなんですが、まあ一つの被写体、まあ右の被写体はですね明るいんですね。で窓ですが明るいので400分の1で切れるということで絞りをある程度十分に余裕を持って絞ってもいけるであろうということ。そして左の写真はですねフラットな状態であるのもさることながら 5.6 にしても160分の1秒になってしまったということですね。となりますとこれよりシャッタースピードが遅いとちょっとブレということを警戒しなければならないということで 5.6 を選んだということになります。シャッタースピードを考慮に入れながら絞りを設定したということになります。さあそれではですねこの4枚の写真並べてみるとどのように見えるかで見ていただきたいと思います。今回撮影したものをですね一つのまとめ、全体のイメージのまとまりで表現するとこのような形になります。この4つの写真をですねこのような形で表現すると4枚ワンセットで一つのこの街のですねドアやですね窓の劣化した感じも含めてですね、まあ、趣のある雰囲気というものが表現できると思いますね。まずは一つのイメージを持ってですね撮影にあたってその中でこう共通する要素、共通するようなイメージのものをまとめ上げると面白い写真表現できると思いますので、一枚一枚の写真そのものよりもですねまとめたことによってこのような表現ができます。ぜひともチャレンジしていただければと思います。4枚ワンセットで表現するような方法はですねできるだけフラットな方が向いていると思います。歪みのある広角レンズだとですねそのインパクトが非常に強いんですけども、その代わり独立したイメージが非常に強くなってしまう。そこをですね望遠レンズを使うことによってこのようなフラットでシンボリックなものを抜き出していくという作業ができますよね。そして今回のような表現方法にするとちょっと一風変わったですねスナップ写真できると思いますので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それではまた来週の YouTube でお会いしましょう。